歌方の木は森外の短編小説。1890年8月、雑誌しがらみ増しに発表。1892年7月、作品集、水和集に、舞姫、文塚彦と共に収録。2作品と共に森外のドイツ三部作の一部をなす。ドイツバイエルン王国の首都編。日本画学生の個性は6年前に、 ミュンヘンで出会った花売り娘のマリー・ハンスルと再会する。コセはマリーの面影が忘れられず自作のローレライのモデルとしていた。マリーはいきなりコセに接吻する。驚くコセに同行していた友人のエキステルが彼女は美術学校のモデルだが狂っていると教える。コセは自分のアトリエにマリーを呼び彼女への熱い思いを伝える。話をするうちにマリーには 巧妙な画家の父スタインバッハと彼女と同盟の美しい母親がいたことがわかる。母はバイエルン国王ルードビヒ2世に化粧されていた。父は国王の毒画から妻を守って怪我をして、やがて死に母も悲しみのあまり語を追うようにして死ぬ。孤児となったマリーはミュンヘン郊外のスタルンベルヒコの師ハンスルケに引き取られたことがわかる。マリーは 父のように美術を学ぶため、モデルとなっているが、誘惑の多い都会で身を守るためにわざと狂ったふりをしていると明かす。マリーに誘われるママコセは、スタインベルヒコに向かう。愛を確認した二人は、雨の湖の周囲を散策し船で遊ぶ。村外れの岸辺にこぎ寄せると、母マリーの思いやみがたく、狂人となっていた国王がいた。国王は、マリーの姿に、 母の幻影を見て、彼女の方に歩み寄ろうとして、湖に足を踏み入れる。マリーは恐怖のあまり子に没する。国王も止めようとしたジーグテンモロトモコに沈む。コセはマリーを助けるが、悔いに胸を打ったのが元で死んでしまう。国王の葬儀の日、心配したエキステルがコセのアトリエを訪問すると、彼は憔悴しきって、ローレライの絵の前にひざまずいていた。 王外初期の流霊な文語体で書かれた秘伝物語であるが、舞姫では主人公が日本人留学生なのに対して、歌方の木はマリー・ハンスルという美しいモデルであり、日本人コセは狂言回し的な役割になっている。なお、コセのモデルはドイツミュンヘン留学時代の友人である、画学生、原田直次郎とされ、ヒロインのマリーは原田の愛人の名前から取っている。 この物語のもう一人の重要人物、バイエルン国王ルードビヒ二世は、ルキノビスコンティの映画、ルードビヒにも取り上げられ、大作曲家、リヒャルト・アーグナーのパトロンとしてあるいは、ノイシュバンシュタイン上の造営でも知られているが、1886年の王の推し事故は、王外のドイツ日記に記されている。当時王外はミュンヘン大学に留学していた。 本作について芸術に狂うこせ、わざと狂ったふりをする。マリー、死母の念から本当に狂った、ルード比ヒ二世と三通りの狂気を描いたものとする説がある。ありがとうございます。